はい、こんにちは、マスアートです。マスアートのインドクラブの時間となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は、2021年10月の10日ですね。はい、前回まで、ロニーの1年目の、お話でしたけれど、引き続き2年目ですね。1年目も、まあ、予備校1年間通っていましたけど、1000点満点で530か40ぐらいで、1年間勉強しましたけど、芳しくなかったですね。もう二次試験も諦めて、早々と1月に試験がありましたので、兄貴も、大学 4回生で、4月か多分本土の方に、佐賀の方に、佐賀の教育委員会に就職が決まったと思います。私も早々と、石焼、波照間に戻って、再度、2年目の、に向けて、石焼島でいとこが建設業してましたので、1ヶ月ぐらいですかね、日雇いじゃないけど土木作業、そのいとこが建設業してましたので、お手伝いをして、ある程度、資金を、貯めて、その資金も、バイクを買ったですね、原付じゃないですね、単車で125ですねを買って、ガネコ、もともと兄が住んでいた、その大学時代4年間住んでいたところに、2年目も私も、4月、予備校は通っていませんでしたけど、また沖縄本島に戻って2年目ですね、バイクを購入して、そしていろいろと、高校時代のお友達が、その当時で、もう 2回生ですかね、沖縄国際大学のお友達、友人たちがいましたので、そこで、いろいろな、アルバイトをしなければ、ならない状況になりましたですね。ガソリンスタンドかマクドナルドのバイトがあるよということで、マクドのバイトに面接を受けて、今ではフリーターですね。朝7時か8時かで、お昼の1時までですね、10時頃ちょっとした休憩がありましたので、なかなかそういう朝はアルバイトして、昼から拓郎というか勉強ですね。なかなか予備校の時代と違って、ほとんど、予備校で使っていた教材を使って2年目、振り返しましたけど、なかなか厳しいですね。結局、2年目も、高校時代の友達が、本土の、そういう会うきっかけがありまして、自分の希望では、近畿か 関東ですね、大学に、2部でも厳しいですけど、結局九州、一番、私立の、全体的に金額の少ないところになりましたですね。マクドナルドの、その当時牧港ですね、私が住んでいたのは、宜野湾市のガネコでしたので、下に下って大宜味とかそういう、隣の町ですね、浦添市の牧港ですね、そういう感じで、単車で15分ぐらいですかね、そういうところに、バイトすることになりましたですね。それまで今言えると、農家でしたので、サトウキビの収穫の手伝いとか、建設業のそういう、土木関係、そうですね、ほとんど土地買い、あるいは、建設業のアルバイトをしましたので、そういう、きちんとしたそういう、マクドナルドのアルバイト、ほとんど、レジじゃなくて裏で作るという感じで、1年間、そうですね、次の、2年目はマクドナルドでしたけど、3年目は、1つしか、九州のある
私立大学を受けて、まあ、九州に行くことになりますけど、まあ、お昼1時まで朝の、まあ、7時か8時からの、まあ、アルバイトです。今で言えばフリーターですね。まあ、いろいろとその当時のマクドナルドの、まあ、土日は平日が入ってましたね。多分 土曜日入ったかな。あまり土日は、まあ、お昼は他の方々がたくさんいますので、その当時、まあ、仲間、同じ予備校生、浪人生とか、定時高校に通っていた彼と、まあ、地元の、浦添商業とか、琉球大学の、また沖縄国際大学の大学生、高校生大学生、まあ、いろいろとその当時また大学に行くための、まあ、浪人生ですね、そういう方々が、マクドナルド、今最近何年か前に行きました茶壇、きれいに、沖縄のコンベンションホールですかね、まあ、その当時はまだまだ、もう40年前ですね、まだそこまでは、まあ、58号線、まあ、金子、まあ、金子は、まあ、中部商業かな、そういうところでですね、まあ、マックで、まあ、途中でマックのいろいろ、今でもマック大好きですね、いろいろユニフォームで、まあ、買った単車で、バイト先に行ってましたですね。兄も、まあ、振り返ってみれば、その時にもう早バイト1年じゃなくて、なんかいろいろと個人的な都合で、佐賀のお仕事も、まあ、考古学の好きなお仕事も、まあ、辞めて、まあ、石垣八重山の方に、帰ってますね。まあ、そういうことで、2年目は、まあ、予備校に帰らず、まあ、タクローといっても一人、まあ、初めての一人生活ですね。1年目は高校時代まではまあ兄弟と住んでましたけど、まあ1年目もまあ兄貴と一緒に住んでましたけど、やっと2年目からは一人暮らしですね。もう、まあ、ちょっと羽を伸ばして、まあ、そうでもないですけど、まあマクドナルドの楽しいクルーたちと、まあ、いろいろな楽しい思い出がありますね。まあ、もう二十歳ですね。本当成人式、まあ、いろいろとバイトしましたので、バイト先の先輩から背広も借りて、全部ネクタイも借りてから、宜野湾市の成人式に出た思い出がありますね。まあ、田舎に帰ったお友達も、成人式お友達も何人かいますけど、そう多くはないですね。それぞれの、まあ、地域で成人式を迎えてますね。まあ、そういうことですね。まあ、二十歳のお祝い、自分の、ところで、本当に、マクドナルドの、まあ、お友達と4、5名で、昼間祝った二十歳の、まあ、でも忘れないですね。まあ、昼間ですので、まあ、コーラとジュースで、まあ、そういう、そして、まあ、楽しい、マクドナルドでも、まあ、最後の送別会を、まあ、シェイキーズかな、ピザハウスで、した覚えがありますね。まあ、そういう、マクドナルド、まあ、私の勤めていた、まあ、マキミナト店は、まあ、最近知ったんですけど、まあ、最近中 2,3 年も知ったんですけど、マクドナルドのフランチャイズの第1号店ということで、本当に、多分、まあ、名前沖縄フーズさんですかね、そういうフランチャイズですね、直営店はありましたけど、沖縄小座市ですか、その当時は沖縄市でしたかね、いや小座市ですね、小座市に、小座店ですね、フランチャイズが直営店がありましたですね、私が勤めたのはフランチャイズでしたが、まあ、本土に来てまたこちらで、バイトを先で勤めたんです。そちらはもう直営店でしたけど、まあ、そんな感じでマクドナルド今でも、大好きですよ。時たま、マックを食べるショート動画上げてますけど、マクドナルド本当にどんちは多かったですね。ペイデーまだその当時、まあ、まあ、米軍関係の、まあ、基地が多いので浦添市ですね、まあペイデー金曜日ですか、ね、ペイデー、まあ、私もそういう
まあドルでレジの方はあまりほとんどしたことないんです。裏方で、しましたけど、最近585000の、まあそれは単独の、店舗でしたしね。最近変えた時にはなんか、再開発じゃないですけど複合店で入ってたような気がします。マクドナルドですね。はい、まあこういう、まあ暑い、車の中で、お話ししてますけど、まあ2年目のマクドナルド、まあいろいろと周囲が明るいですので、まあ、いい、そうですね、2年目、マクドナルドの、同じ仲間と、まあ、楽しい、思い出もたくさんありますね。また、次回の今でも、マックの話、そうですね、フィレオフィッシュ大好きですね。またバナナシェイクですね。シェイクもコーヒーもアップルパイもそういう、まあ、甘いのが好きですね。まあ悲しい出来事もありますけど、まあ辛い思い出もありますけど、まあそういう2年目の沖縄本島での、マキンナとのマクドナルドのでのバイトでした。まあいろいろと、人生の一部ですけど、このような感じです。もう10分も手取りですけど、まあ、暑い、車内で撮っています。またまたいろいろなマクドナルドの話が出てくるかも分かりませんけど、今よく YouTube で鴨頭さんが、マクドナルドので、ま、勤めてたということで本当に、その私もマクドナルドのファンですね。はい、まあ、マネージャーその当時はビークルーまで行ったんですけど、最初はトレーナー、そして、白の、ね、訓練、そして、まあ、ピレット、そうですね、B クルー、A クルーですね、C クルー、トレーナー最初 C クルー、B クルー、A クルー、A クルーにはなられなかったです。まあ、結構、まあね、そのレベルの能力も、そしてトレーナー、そして、まあ、バイト生、スイングマネージャー、まあ、まあシングマネージャーまだバイト生かなくて、マネージャー、セカンドマネージャー、そしてまあそれはもう社員ですね。バイト生でもそうですね、シングマネージャー、そしてセカンドマネージャー、ファーストマネージャー、まあ店長です。まあそういう、まあ横文字、まあアメリカの、まあその当時まあ藤田伝社長でしたけど、マクドナルド、まあその時アメリ、まあ日本、沖縄はまた、財部 A&W とか、まあドライブスルーとかいろいろありましたけど、今のドライブスルーとはまた違った方式ですけど、まあそういう、沖縄アメリカナイズされた、ここで沖縄本当2年目ですね。まあいろいろと感じで、まあ、この程度で、2年目はあまり勉強しなかったですね。まあ大学近くに沖縄国際大学がありましたので、国際大学の図書館に行ってみたり、まあ、まあお友達が大学の2回生でしたので、友達といろいろと下宿に行ってみたり、まあ、なかなかきちんと勉強しないので結果はもう分かりますけど、そんな感じで、勉強する方にはかなわないですねと思いながら、今もこのような中途半端な人生を送ってますけど、マサーとした、まあ、次回のマサーと民宅でお会いいたしましょう。シュアゲンレッツパッションプリズシャロンバイ。